ちょうどよかった。お前に客だぞ。朝からごめんね。よければなんだけど、これ受け取ってもらえるかしら。君にはお世話になりっぱなしだから、そのお礼にと思って。バレンタインついでって感じになっちゃって申し訳ないけど、礼を言うのはこっちよ。ありがとう。朝っぱらからこんな美人にチョコもらえるなんて、お前も幸せもんだな。昨日はさすがに本命がいるだろうからって思って、こんな形で渡すことになっちゃったけど、許してね。ごめんなさい、余計なこと言っちゃったみたいね。その気にすることないと思うから。悪いが、そこには触れないでやってくれ。そろそろ行かないと。押しかけるような真似してごめんね。もちろんこれだけで今までの礼を返せたとは思ってないから。それじゃあね。昨日って女子が好きなやつにチョコあげる日だったんだろ。我が輩は紳士だから、なんか気になっちまってさ。お前何やらかしたんだよ。店の外にいんの、ありゃもしかして。うわ、昨日電気ついてたよ。恋愛音痴の目ならごまかせると思った？断りの連絡くらい嘘でもいいからしてよ。何かあったのかなって。昨日も見に来ちゃったし。他にも本命いるんだ。心配したのに昨日覗いたら誰かと。最低。昨日一緒にいたの誰？昨日不安で占ったんです。そしたら誰かと会ってるって。元気そうだね、夜行性のモルモット。昨日の電気は消し忘れ。どこまで問題児なの。様子見るために昨日早退したら、君誰かといるし。何やってんだろう私。スクープ掴んじゃった。昨日の浮気現場。全然嬉しくないけど。昨日誰かといましたよね。浮気ってことですか？嘘って言ってください。先輩のこと疑ってるわけじゃないんですよ。でも何かやましいことがあるなら話してほしいです。チョコ受け取ってよ。チョコもらって。私が握りつぶさないうちに。わざわざ持ってきたんだけど。チョコ、チョコ一応受け取ってよ。チョコあげるって言ってるんです。チョコ遠慮しなくていいんだよ。チョコ食べられるよね。チョコわかる？チョコです。これチョコ食べてもらえませんか？なんとか言えよ。バカにしてる？いい加減にして。女の敵見損なったぞ。真面目に言ってます？ただじゃ置かないから。ふざけないでよ。笑えない。こんなのひどいです。あんまりです先輩。俺、買い物の途中だったんだ。ごゆっくり。生きてたらまた会おうぜ。
これやるから元気出せ。しかし説得すんの骨が折れたわ。遅くまで店の手伝いしてもらった。バレンタインに気づかず悪かったな。のろけはいつも聞いてるよ。あいつの本命はジョーちゃんだけってな。ようやく納得して帰ってくれたよ。ったく、きっちり口裏合わせろよ。